株式会社とぶき屋は、プラモデルや、フィギュアなどの企画、開発、製造、販売を行う日本の企業である。東京都の秋葉原と立川市、大阪府の日本橋に、玩具販売店を持つ。カタカナで、とぶき屋と表記されることが多い。1947年に、東京都立川市で、玩具店として、創業を、1953年に、 有限会社コトブキヤとして設立する。1989年に可動式のモデルキットを開発、販売して、以来模型、フィギュアの開発も行っている。模型、フィギュアの製造は、中国関東省のトン,ガンシコ市ン門鎮に置かれた工場で行われている。主に半建物を多く手掛けてきており、ルーカスフィルム、ワーナーブラザース。 マーベルコミックなど、日本国外の作品に関する製品でも広く、知られている。後に、下記の自社オリジナル製品の開発に着手する。1981年7月に、メーカー名として広まっている、ことぶき屋の屋号に変更し、1983年7月に、実店舗販売以外に通信販売事業を開始。 2001年11月に新規店舗となる日本橋店を開店。さらに2004年6月にラジオ会館店を開店。一行もクラウツマンシップことぶき屋、ホビーステーションことぶき屋 FC 立川、秋葉原館、福岡天神店、駅中秋葉原店が開店。2012年5月15日、1967年6月から、 入居していたビルの取り壊しに伴い、立川店は創業以来の45年の歴史に幕を下ろしたが、必ず立川に戻って参りますと約束している。そして前述の約束通り、2016年5月1日に、立川駅北口の多摩都市モノレール線沿いに建設した新社屋に新たな立川本店をオープンさせた。また、同店には、 ダンボーなどのキャラクターとコラボレーションしたカフェ、キットボックス、ことぶきやカフェダイナーマイナスが併設されている。また2008年からは出版業にも進出、フィギュアやサブカルチャーに関する解説書をはじめ、画集、写真集、漫画などを発行している。2009年にはオリジナル製品としてフレームアームズを制作、発売。これを皮切りに、 他のオリジナル企画も立ち上げている。女性向け反見作品にも進出しており、こちらもオリジナル製品の制作も行われている。また、雑貨類制製作にも携わっている。2016年4月、実業団として、ことぶきや陸上部を立ち上げた。2017年では、フレームアームズガールのアニメ版において、制作委員会方式ではなく自社の出資でまかなわれた。 ことが話題になった。その後、2018年3月にアニメ版フレームアームズガールの続編制作決定が発表された。2017年9月26日には東証ジャスダック市場へ株式上場を果たす。2018年7月フレームアームズのコラボで繋がりのあったボーダーブレイクの機体ブラストランナーの等身大プラモデルの 制作プロジェクトが発表された。また、7月26日には、エイク社、レッジ社との共同開発によるサンドカディを応用した AI 学習の基礎技術が発表された。なお、本社及び関連店が立川にあるつながりか、立川市公になりそこね、キャラクターのウドラのフィギュアや雑貨などの製品も制作し、販売を行っている。 立川市関連の製品について古くは2008年4月のうどはなちゃん、2014年3月のくるりんから関連を持つ。2016年4月、箱根駅伝で、コーチに一人に抜かれるたび一体フィギュアを没収される、というネット上での発言が話題となった、順天堂大学の稲田少尉を雇用し、実業団として、ことぶきや陸上部を立ち上げた。 日本陸上競技連盟に登録された正式な実業団チームであるが、登録選手を宣伝ランナーとしており、競技成績よりも宣伝を主目的としている。2021年6月、稲田翔偉がコモディイダに移籍。8月には、現ー図の宇野健太郎を新たな宣伝ランナーとして迎えた。ありがとうございます。